エリザベス・バウアーは、アメリカ合衆国の女優。CBS の連続西部劇ドラマ、対決ランサー牧場のテレサ・オブライエン役と、NBC の連続刑事ドラマ、鬼警部、アイアンサイドの女性刑事フラン・ベルディング役が最も知られている。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。ヒババのジュアニータ・タグレスは、フランスのバスク地方出身のカリフォルニア初期入植者であった。 女優のシャロングレスは重視である。父親のジャック・バウアーは20世紀フォックスでベテランのキャスティングディレクターであったが、娘の業界入りは望んでいなかった。ロサンゼルスのイマキュレートハートハイスクールに通った。ロサンゼルスバレーカレッジで1年と4分の3年学んだが20世紀フォックスの俳優養成所に入るため中退した。NBC の鬼警部アイアンサイドで バーバラ・アンダーソンの当たり役となった女性刑事イブ・ホイット・フィールドの公認としてフラン・ベルディングを演じた。1972年のインタビューでこの役では100人の女の子が面接を受け、そのうち14人がセリフの読み合わせをし、最後に残った7人がスクリーンテストを受けました。私が選ばれたのは本当に驚きでした。と語り、さらに2年後には刑事フラン・ベルディングは とても実直で極めて普通なので、今までに演じた中で最も難しい役です。と語っている。1993年のテレビ映画、帰ってきた鬼警部アイアンサイドで再び、フラン・ベルディングとして、バーバラ・アンダーソンと共演。レイモンド・バー、ドン・ギャロウェードン・ミッチェルとも再会を果たした。1976年、ユージーン・ウォートンと最初の結婚。一人娘で、 映画プロデューサーとなるレスリー・ウォートンが生まれたが、1985年に離婚。1989年、二人目の夫、スティーブン・スプリンガーと結婚。バウアーは長い闘病生活の末、2017年9月30日に69歳で死去した。ありがとうございます。